デジタルイメージ相関法を援用した、抗クロム鋼溶接部の暴力ひずみ解析と題しまして、東京理科大学院の奥野が発表します。はじめに研究背景について説明します。近年、我が国においては火力発電と再生可能エネルギー発電を組み合わせた運用が行われております。再生可能エネルギー発電は発電量が変動するため、 火力発電はそれを補うための調整力としての役割が求められています。このため、火力発電所の主要高温機においては、軌道停止による負荷変動と、定格運転による一定負荷の繰り返しにより、それぞれ疲労損傷とクリープ損傷の影響を受けることになります。このため、火力発電所に使用されている溶接継手配管においては、 いや失礼しましまた溶接継手配管の溶接部においては溶接金属と母材のハズにおいて対イ亀裂と呼ばれる損傷が生じることが報告されていますここでハズ部はクリープ強度が低くそして溶接金属と母材により変形が拘束されることから損傷が累積しやすいためですコークロムコの一種である 級クロム校の先行研究において、クリープ試験とクリープ疲労試験が行われており、発生した損傷を FEM 解析によるひずみ分布と比較することで、ハズブにおける損傷の類推が行われてきました。しかし、極素ひずみを計測することが困難であったことから、実際のひずみ分布と損傷の関係は不明のままです。そこで近年注目されている デジジタルイメージ相関法通称 DIC と呼ばれる手法を用いて、ひずみ分布を計測することを試みました。そこで、本研究においては、改良級クロム甲溶接部を対象とした、疲労試験およびクリープ疲労試験に DIC を引用し、溶接部でのひずみ分布を明らかにすることを目的とします。 次に DIC による変異歪みの測定原理について説明します。こちらに、試験編表面を撮影したときのデジタル画像がこのようになっていたとします。このときの軌道分布がこのようになっていたとします。これを変形前とします。そして変形後、このような画像が得られたとします。 この時、表面の模様がどれだけ移動したかを数値解析により求めるのが DIC です。そして、この数値解析においては、以下の式で表される正規化相互相関法と呼ばれる式が用いられています。次に、解析方法について説明します。はじめに、変形前の画像において、サブセットと呼ばれる省領域を決定します。 そして変形前の画像におけるサブセットと相関値 CNCC が1に最も近い変形後のサブセットを探索します。そして変形前後の画像において同じ領域を見つけ、その領域がどれだけ移動したかにより変異ベクトルを決定します。そしてサブセットを移動させ、 同様な手順を行うことにより画像全体の変異データを取得することができます。そして変異データから変形勾配点数を算出し、変形勾配点数から歪みを算出します。次に教師材をび試験形状について説明します。教師材は主要高音機器に多く用いられている改良級クロム鋼溶接継ぎ配管を用いました。 ここで溶接部における5材・ハズ溶接金属の位置は図のようになっております。この溶接部から以下の形の試験片を切り出しました。また図からわかるように試験片平行部中央にハズ部が来るように採取しました。そして溶接部断面の硬さ試験を行ったところ以下のような結果が得られました。 次に試験方法について説明します。こちらに試験装置である高音引っ張り試験機を示します。こちらがロードセル。こちらが試験室になっており、ここに試験編をセットします。またデジタルマイクロスコープにより試験編の表面を撮影し、画像を撮影することができます。次に測定手順について説明します。 試験開始前に試験編を撮影し、変形前の画像データを取得します。そして試験を開始し、軸方向に荷重を付加した後、変形過程を撮影し、変形後の画像データを取得します。そして変形前後のデジタル画像を、解析ソフト VIC2D に取り込み、DIC で解析を行い、変異と歪みを算出します。 次に試験条件及び試験結果について説明します。はじめに試験条件をこちらに示します。試験は応力制御で行いました。試験温度は650度、歪み速度は毎秒0.1%、応力範囲は100から150メガパスカルとしました。また、クリープ疲労試験における応力保持時間は1分としました。以下に各試験における 応力形を示します疲労試験における応力波形は三角波、クリープ疲労試験における応力波は台形波形としました。次に試験結果について説明します。こちらのグラフは応力範囲と疲労寿命の関係を表しております。ここで図の実践は疲労試験に対する近似曲線、波線は クリープ疲労試験の結果に対する近似曲線を表しております。強い応力範囲が大きく、そして保持時間が増加するほど疲労寿命が低下することが分かりました。次に DIC による解析結果を示します。一例として、応力範囲が1 0 0メガパスカル保持時間が1分としたときのクリープ疲労試験の結果を示します。こちらに 軸方向ひすみのコンター図を示します。これは動画になっておりますので再生いたします。コサイクルではこのようになっています。引き続き再生します。201サイクルではこのようになっており、 ず部内部において歪みが集中していることが分かりました。次に歪み分布について説明します。こちらのグラフは軸方向ひずみの分布を表しております。ここで図の横軸はおざいはず海面からの距離、縦軸は軸方向の歪みを表しております。図よりおざいはず海面からおよそ0.6ミ、mm、リメートル離れた 位置を頂点とする山形の分布をしていることがわかりますこれよりオザ側はずで歪みが大きくなることがわかりましたまたこちらに繰り返し数に伴う時効効歪,歪,歪みを示しますこちらのグラフは横軸が繰り返し数縦軸が時効効の歪みを表しておりますまた赤い丸プロットはオザはず界面そして 青い四角いプロットは、破断位置における軸方向歪みを表しております。図より、特に破断位置における、破断位,しし位置においては、繰り返し進む伴い、軸方向歪みが累積している様子が確認されました。最後に、1サイクル中に生じた被弾性歪み増分について説明します。こちらのグラフは、101サイクルにおいて、 各過程で生じた被弾性歪み増分のグラフを表しておりますここで横軸は母材はず海面からの距離縦軸は軸方向の被弾性歪みを表しておりますまた図中の赤い丸プロットは負荷除荷過,過程において生じた生じた被弾性歪み増分青い四角プロットは応力保持により生じた被弾性歪み増分を表しております 図より、負荷除去過程において生じた避難性沈み増分は、溶接金属側のはずにおいて大きく、このことから疲労損傷は溶接金属側のはずで大きいことが分かりました。また、応力工事により生じたクリープ変形による非難性歪み増分は、母材側のはずにおいて大きく、これよりクリープ損傷は母材側のはずで大きいことが分かりました。 これらの各過程で生じた避難性歪み増分を合算し、1サイクル中に生じた避難性歪み増分をこちらに示します。図より、1サイクル中に生じた避難性歪み増分は、お材側のハズにおいて最も大きくなっていることがわかり、このことから疲労クリープ相互作用により、お材側ハズで歪みが累積することがわかりました。決言です。以上で発表あります。ご清聴ありがとうございました。